こんにちは、ロジャー堀です。来週の日経平均がどうなるのかをまた考えていきたいと思います。今週のですね、東京市場は、まあ、皆さんご存知のように非常にですね順調に推移をしまして、先週ですね発表になりましたですね、米国の雇用統計を、まあ、この内容をですね、これをきっかけにですね一気に上向いてきましたですね。でその他にもですね、実は重要な変化がですね2つほど起きています。で来週はですね、またアメリカの方でですね13日14日とですね CPI 消費者物価指数のですね発表や FOMC がですね待っているんですけれども、このですね日経平均、あるいは東京市場のですね2つのですね重要な変化がですね今後の相場展開に大きくですね影響してくるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとその辺をですねご説明をしていきたいと思いますので、まずはチャートの方からですねご覧いただきたいと思います。日経平均はですね、こんなふうな感じでですね、もうご存知の通り、こう移動平均線も順調に上がってですね、それに沿ってですね、日経平均はあと上がって3万2000円を超えるという状況になりました。で、この3万2000円をですね、一気に超えてきた要因というのはですね、その前の週の金曜日にですね、アメリカで発表になりました雇用統計ですね、こちらが非常にですねいい内容だったです。でいい内容というのはですね、つまり、雇用者数ですね、これは予想よりも多いですね、非常に、経済の状況が順調だというですね、そういうようなデータになったんですけれども、片方でですね賃金ですね、時給はですねそれほど伸びなかったんですね。つまり雇用者数はですね増えたけれども、賃金はそれほど増えてない。つまりですね、経済は順調なんだけれども、インフレはそれほど進まなかったというですね、こういう考えられる中でもベストのですね数字だったんじゃないかなというふうに思います。でそれを受けてですね、ニューヨークも上がったんですが、東京市場もですね一気に3万2000をガーンと超えてですね、これ3万2000700円まで行きましてですね、非常にですね、我々が考えていたよりも、ちょっとですね高めのところまで行ったということが言えます。そしてですね、このスピードがですね、上昇スピードが非常に強かったということでですね、先週は半ばにですねここ一回大きく下落しました。でここで大きく下落したんですが、このチャートをですね見る人はですね、おそらく全然安心してたと思います。というのは、この下落はですね、ここで開いた窓がありますね、これを埋めに来てすぐに戻っていってるんですね。つまりここで開けた窓をただ埋めただけということで、次の上昇への必要な手順を踏んだだけだというふうにですね解釈することができています。ですので今このチャートの形状を見る限りですね、日経平均はまだまだ非常に強いということが言えるかと思います。でしかしですね、今スピード調整ということをちょっと申し上げたんですが、日経平均のですねこの上昇スピードというのは非常にですね速いです。ですのでこの、今日ですね、週末3万2000円をまた超えてですね3万2265円というところで終わっているんですが、前回のですねこの高値、3万2700円ぐらいのところですね、ここのところをですね、行ったり来たり、クリアしたり、また下がったりということがですね来週あたりはこうちょっと繰り返されるんじゃないかなというふうに思います。しかしですね、実は、今日あるいは今週はですね、さっき申し上げたように2つのですねちょっと重要な変化があったんですね。で1つはですね、ちょっとこちらのチャートを見ていただきたいんですが、こちらはですねマザーズ指数です。でマザーズ指数はですね今までどうだったかと言いますと、日経平均がいくら上がっても関係ない、もうこれ横ばっててですね、完全にもうなんか白けムードになってたんですね。上がってるのは日経平均だけじゃないかと、225銘柄と、指数だけが上がっているといった状態で、もうどうしようもないなっていう感じだったんですが、実はですね、今週はですね、このマザーズ指数が一気にガンと上がってきました。でこのマザーズ指数上がってですね、前回のこの高値ですね、ポイント数でいうと794ポイント、これをですね、微妙にクリア、795ポイントまでですね、来ました。ですのでこのマザーズ指数の上昇によってですね、実は
これまでしらけていた、個人投資家がですね、一気に助かったんですね。今までは日経平均が上がってる上がってるって言うけれども、僕の上がってる持ってる銘柄全然上がってへんやないかっていうですね、方が非常に多かったのが、あ、ちょっと上がってきたぞということで、雰囲気がですね、随分明るくなっています。ですので、このマザーズ指数、小型株の上昇というのがですね、今までは単に日経平均だけが上がっていた、あるいは日経平均と半導体銘柄だけが上がっていたというところからですね、ちょっと全体に広がりつつあるというですね、こういった物色範囲が広がったというですね、非常に重要な変化が起きているということが言っているんです。で、もう一つはですね、今日の日経平均なんですが、実はですね、今日の、日経平均の終値はですね、これ32,265円ですね、っていうところなんですけれども、実は今日 SQ だったんですね。で、 SQ っていうのはちょっと個人投資家の方にあまり馴染みがないかも分かりませんが、その機関投資家にとっては非常に重要なイベントです。で、特にですね、3月6月9月12月というですね、この年に4回のですね、SQ というのはですね、非常に重要な SQ でして、で、今日ですね、実は32,000円をですね、上回っていないと、ちょっとですね、テクニカルな、7月のですね、コールオプションというのがあるんですけれども、これがですね、一気に売りに転じてくるというですね、そういう危機感があったんですが、結局ですね、それをきれいにクリアしてきています。ということは、来週ですね、急に崩れるという危険性が、ちょっと遠のいたということですね。ですので、来週ですね、FOMC やですね、あるいは日銀のですね、政策検討会議なんかもあるんですけれども、おそらくですね、その辺でそれほどの波乱はないだろうということで、みんなですね、おそらく強気に来週はまだ来ると思います。ただ、この前回つけた32,700円ですね、ここまでのですね、ここを一気に突き破ってくるまでの強さがあるかどうかはですね、ちょっとまだ分かりません。しかしながら、この高値圏でですね、推移してくる。でですね、少なくともこの32,000円をですね、行ったり来たりするところの32,000円台の台固め、こういった動きにはですね、来週はなるんじゃないかなというふうに期待は持てるかなというふうに思います。いよいよですね、中古型株にも物色の対象が向いてきたということで、いろんな銘柄が回転を始めると思いますので、本当に面白いのはここからかなというふうに思います。日経平均がもし高値も見合いでですね、上がらなくなったとしてもですね、皆さんが持っているような中古型株、これが改めて動いてくる、そういったですね、期待が持てる来週になるんじゃないでしょうか。期待してですね、ご覧になっていてください。